えー、レンタルスペースチリチリナンバーです。レンタルスペース以外で新しく事業を始めようか迷っていて、えー、餅アイスクリームという雪見大福的なアイスが外国で流行ってるようで、日本でもインスタ映えするし、原価も安いので利益も出せるし、広告打たなくても勝手にインスタグラムで投稿してもらえうかなと思うんですが、ひろくさんどう思いますかなんかあの、餅っていう名前のなんか雪見大福みたいなのを、あの、ボンマルシェっていうデパートのあの一本隣の道のところに店があったんですけど、僕食べたことないんですけど、なんかそこそこうまくいってるみたいですね。 なのでそれなりに売れるとは思うんですけどもあの基本的にアイス的なものって日本の場合夏しか売れないんですよねなのであの,そのもうこれからなかなかきついと思うので,であの結局じゃあ店舗を構えた場合って一年中それなりに売り上げが上がってないと成立しないんですよあの他の国の場合ってその夏だけバーッと稼いで冬難問しまくてもその超儲かってるから全然いいっすっていうのがあるんですけど あのパリで割と有名なベルテイオンっていうあのアイスクリーム屋さんがあるんですけどでそこがあの夏になると閉めるんですよ本店が。 いやあのすげえ儲かってていろんなところに下ろしてるから夏になるとその,あのめちゃめちゃ儲かる時期なのにもかかわらずバカンス行っちゃうんですよ本店。<laughs> っていうぐらいあのめっちゃ儲かってるっていうあのやる気のない愛生があるんですけどでも一応そこの本店じゃなくてもあの、まあまあ、ベルテイオンのアイス自体は買えるのでまあいいんですけどただ基本的にはその秋とか冬とかでも大体並んでるんですよね愛生なんですけど。 っていう感じで割とそのあの一年中ちゃんと売れるよねってアイス屋であればいいと思うんですけど残念ながら日本ってその冬とかでもアイスを食う習慣がないんですよね。あのあのの日本ってさの飲み屋とかであの飲んだ後に締めにラーメン食うじゃないですか。 で、あの、ラーメン食べたくなる理由として、その味の濃いものだったり、油っこいものだったりで、ある程度その満腹感を満たしたいっていうのがあったりするんですよね。で、あの、その感じで、なんかこっちの人って、飲んだ後にアイス食うっていう習慣がある人結構いるんですよ。なので、その、あの、バーとか飲み屋街のところになんかちょこっとアイスクリーム屋みたいなのがあって、で、なんか夜中の11時とかに、そのなんかあの冬とかでもなんかアイス食ってるやつ結構いるんですよ。 っていう感じで、割とその、日本でラーメン屋がやってる需要っていうのが、アイス屋が担ってる部分とかもあって、なので、あの、こっちだとそのアイス屋が一年中なんとなく儲かるっていうのがあるんですけど、ただ日本だとそういう習慣がないので、アイス屋としてこう、店舗を一年広げるのはなかなかきついんじゃないかなと思います。はい。